今日はテスラが今まさに裏側で進めている3つの大きな再構築についてお話をしていきます。どれもメディアで小さく扱われていますが、実は全てテスラの未来と株価、これを左右する革新部分です。結論から言いますと、テスラは1つ、アメリカ生産者から中国製部品を段階的に排除するサプライチェーンの再設計を開始しました。2つに、 FST を普及させるための紹介制度を大幅にアップデートし、ユーザー同士で広がる仕組みを構築しようとしています。そして3つ目が、スーパーチャージャーの価格体系を動的価格、いわゆる混雑状況に応じた価格、これに変えていこうとしています。この3つは、テスラが今後10年で自動車メーカーを超えた企業へ変わっていくための布石になります。 今日はそれぞれのニュースを一つのストーリーとしてまとめながら僕の分析も交えて解説をしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは今回のニュースを説明していきます。テスラがサプライヤーに対してアメリカで作るモデルについては中国製部品を使わないようにと伝えたと報じられました。これまではコストや品質の面から 中国製部品が多く使われていましたがその流れが完全に変わろうとしていますさらに FST の普及を加速するために紹介制度が大幅に改定されましたモモデル3やモデルルやを紹介して FST を追加で購入してもらうと、紹介者に入る報酬額が増えたり、FST のデモ走行すると、紹介者にクレジットが入る仕組みも追加されました。そしてもう一つ、スーパーチャージャーの価格設定が、ライブ価格と呼ばれる動的価格に移行し始めています。これは550カ所以上の拠点で導入されており、混雑や利用状況によって価格が変わる仕組みです。 この三つの動き、一つ一つは別のニュースに見えますが、実はすべてつながっています。では、ここからは僕の分析として、このつながりを解説していきます。まず、一つ目、サプライチェーン改革です。これは脱中国依存の動きとなります。テスラがアメリカ向けの車両に中国製部品を使わないよう求めているという報道は、今後のテスラの経営において非常に重要です。これまでは、 コストの最適化という面でどうしても中国製部品への依存度が高かった実際上海工場には400を超えるサプライヤーが集まり生産の中心を担っていましたしかし今世界の状況が変わっていますアメリカと中国の関係の緊張関税の不確実性供給網のリスクこういった要素によってテスラにとって中国依存っていうのは 大きなリスクとなりつつありますテスラが恐れているのはコストではありません最大のリスクは供給が止まることです部品が止まれば車は作れませんテスラはそこを最も嫌っていてだからこそ今このタイミングでサプライチェーンを大きく変えようとしているんですこれは短期的にはコストが上昇したり部品供給の切り替えで 混乱がが起きる可能性がありますただし、長期的には政治的なリスクを避けながら安定した供給網を作ることでより強い製造企業になることができます。二つ目は f s t を普及させるための紹介制度のアップデートです。今回のポイントは f s t のデモ走行をすると紹介者に報酬が入るという点です。これまでの紹介制度は 車を買って紹介者にポイントが入るという仕組みでしたが、今回は FSD そのものの体験を広げることに焦点が置かれています。テスラは FSD を普及させるために最も効果的なのは 使ってもらうことだと理解しています実際 fst を体験したユーザーの多くがそのまま購入に至るというデータもありますつまりユーザー同士で fst を見せ合うことが最も効率のいいマーケティングなんです今回 fst を追加購入すると購入者も紹介者も報酬が増えるようになりさらに fst のデモをするだけで紹介者にクレジットが入る仕組みまで追加されました これはテスラにとって FST が車両本体の利益を超える収益の柱になると見ているからです。テスラは今 ハードウェアからソフトウェアへ、そして FST へと収益構造の比重を明確に移しています。今回の制度変更はそのための普及エンジンを作り始めたという意味だと考えていいと僕は思います。三つ目がスーパーチャージャーの動的価格の導入です。これは単なる値上げでも値下げでもありません。利用状況に応じて価格が変わることで 混雑が減り、ネットワーク全体の効率が向上します。例えば、利用が集中する時間帯は価格が上がり、逆に空いている時間は安くなる構造です。ユーザーが自然と空いている時間に充電するようになるため、ネットワークがスムーズに回りやすくなります。これはテスラがスーパーチャージャーを単なる充電インフラではなく、 エネルギービジネスを基盤に変えたいという戦略の一部です最終的には電力価格や需給と連動して価格を最適化するなどもっと高度な仕組みが導入される可能性もあると思っています将来 EV が社会インフラになる中でこうした最適化モデルを持っている企業は 強くななりまますテスラはまさににそのポジションに向かかってて動いいいるんじゃないかと思いますということで、ここまで3つのニュースを見てきましたが、ここからが最も重要な視点です。実はこの3つは全部繋がっています。サプライチェーンを安定させることは、製造の強化につながります。FSD の普及は、テスラの収益モデルをソフトウェア中心に変えていきます。スーパーチャージャーの最適化は、インフラビジネスの拡大です。これらは別々の動きではなく、テスラが次の10年で 自動車メーカーを超える存在になるための準備なんです車を作り AI で制御しエネルギーインフラを抑えるこの3つを全て同時に持っている企業は世界でもテスラだけです つまり巨大な3本の柱の再構築が今まさに進んでいるということになります。そしてここからは未来への資産についてお話をしていきます。まず一つ目は北米生産のテスラ社の価値が上がる可能性です。部品の調達先が変わり品質が安定し政治的リスクを避けることで長期的に車両の評価は高くなっていきます。二つ目は FST の普及がロボタクシーに直結することです。FST が広まれば広まるほど データ量が増え AI が賢くなりロボタクシーの実現が近づきます。今後 FST が広がれば他の国にも波及する可能性はあります。そうなってくるとテスラのロボタクシーが全世界に広がっていくことを見据えた最初の動きということにもなるんじゃないかなと思います。3つ目はスーパーチャージャーが世界の EV インフラの 中心になるということになります動的価格はただの値付けではなく将来のエネルギーマネージメントにつながっていますこれはテスラのエネルギー部門にとって大きな成長要素になりますではこういったことを踏まえて皆さんに質問です今日の3つのニュースから見えるテスラの戦略皆さんはどう感じたでしょうか僕はここ最近の流れを踏まえると 本格的に fst を広げるためのマーケティングここに力を入れてきたなと思っていますまだ fst からの収益これは小さいものではありますがこれが来年以降どうなっていくのか非常に楽しみなところになるんじゃないかなと思います今日の話が皆さんのテスラへの投資や未来予測の参考になれば嬉しいなと思いますはいでは本日のコメントを紹介します本日は東京鎮座さんのコメントですいつもありがとうございますオプティマスが世界のロボティクスと比較 してどのあたりの位置にあるのかどこかで教えていただけるとありがたいです果たしてトップグループにいるのか他のロボットとの目指す方向性を整理したいですというコメントですありがとうございます確かにこのテーマは面白そうですねちょっと調べてみたいと思いますお時間いただけたらと思いますはい本日の内容は以上です今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします僕の youtube は毎日発信しています僕の youtube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど 網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いしますでは今日もご視聴していただきありがとうございますテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた追伸です皆さん毎日の生活の中で洗剤は必ず使っていると思いますこの洗剤なんですが実は海を汚す元になっているっていうのをご存知ですか食器や家などは 綺麗になるかもしれませんが実は地球を汚している例えばちょっとね想像してほしいんですけれども洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時にそれはまずいでしょって思いませんかハイターなんかを植物に吹きかけたりしないですよねつまり洗剤っていうのは環境にはあまりよろしくないんです けど今僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですがこれは洗浄成分が100%植物性なので自然を汚さないんですしかも洗浄力もバッチリですさらにもっといいのがこれ1本で家中が掃除できます食器もトイレもお風呂も車だってこれ1本で掃除ができます僕も自分のテスラの洗車はナノトップを使っています ぜひ、興味のある方は、概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますので、そちらよりご覧ください。また、ナノトップのインスタとかもありますので、ぜひね、そちらの方もご覧になってみてください。一番最初は、830ml を買うのが僕はおすすめです。また、使い方などがよくわからないとかいうのがあれば、LINE で聞いてもらえれば僕が説明しますので、ぜひ、まずは 830ml、ここからね、使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。環境のために自分でできることは自分で取り組んでいく。洗剤をナノトップに変える とことで、それだけでも sdgs になります。また、ナノトップは？ 除菌効果もありまして50倍で希釈してもコロナやインフルエンザの予防につながるというエビデンスも出ていますそういった点も魅力としてありますこれから先冬になってインフルエンザが増えていきますけれどもナノトップで除菌もできるというのは非常にいいんじゃないかなと思いますただここまで話をしてやはり気になるのがお値段だと思いますやはりここまでの高スペックな洗剤なのでどうしても高いんでしょって思うかもしれませんけれども実際のところは 通常販売されている洗剤と比べて圧倒的に安いと思いますそちらも公式サイトからご確認いただけたらと思います実際に僕も使っていまして洗剤代が大幅に安くなっておりますなので僕としてはですね ナノトップに買えない是非はまずはオンラインショップからご覧になってみてください初回は先ほども言いましたけれども 830ml がいいと思いますそしてナノトップに関して質問などわからないことがあれば僕の方で対応することもできますので気軽に聞いてみてください、はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた